さあ、全世界69億の地下プロレスファンの皆さん、待ちに待ったこのカード、ついに戦いの火蓋が切って落とされます。いや、実に興奮しますね。全くその通りです。おお、申し遅れました。本日の実況は私、ニオが。解説はキカが担当いたします。この放送は面白法人カヤックの提供でお送りします。さあ、キカさん、チャンピオンの様子はいかがですか？はい、調子は良さそうですね。肌の色艶も良く、目つきも鋭い、いつものチャンピオンです。今日もあの必殺技が炸裂するのか。では挑戦者の様子も伺いましょう。正体不明のマスクマンですが、いかにも手強そうな相手ですね。目つきも体つきもまとうオーラもただものじゃないですよ。外見から判断するに、スピード、パワー、スタミナともにチャンピオン以上と言えそうです。おっと、それは大変だ。厳しい戦いになるでしょうね。ではチャンピオンの勝機はどこに？やはりあの必殺技にかけるしかないでしょう。空中カニバサミ。そうです。ヒダの山中にこもること10年、池のメダカ師匠より受け継いだ幻の必殺剣、その名も空中カニバサミ。出ますか。ジャンプ一番飛び上がり、両足で相手の体を挟み込む剣魂一擲の大技。相手の頭部を挟み込めば、鼻っ柱を境に頭部が二分されるほどの威力。まさに必殺技。潮招きのごとく巨大なハサミが挑戦者に迫る。そうです。ですがそれは挑戦者も警戒しているでしょう。仕掛けのタイミングが重要ということですね。おっと、リング上では両者が火花を飛ばしています。すごい迫力だ。気合十分ですね。勝負は一瞬で決まるかもしれません。さあ、ここで回戦のゴングが高らかになり響いた。仕掛けるタイミング、また確実に相手の頭部を挟めるかが重要です。両者睨み合っております。挑戦者の技が不明ですが、あーっと、挑戦者が動いた。これはまさか空中カニバサミ。これはなんということでしょう。まさに一瞬の決着でした。私も呆然としています。試合開始直後に信じられないことが起こりました。なんと挑戦者からチャンピオンへの空中カニバサミです。まさかチャンピオン以外にこの技の使い手がいるとは。どうご覧になりました？完璧なフォームです。威力もチャンピオンに劣らないか、それ以上でしょう。決まってさえいればですね。その通り、決まってさえいれば。あるいは驚くべきはチャンピオンですね。とっさに挑戦者の鼻をつかみ思いっきり引き下げました。一瞬の出来事でした。引き下げられた挑戦者の頭部には左右から挑戦者自身の死のハサミが。ジャストミート。後に残ったのは鼻から分断された挑戦者の頭部のみ。チャンピオン、見事な防衛でした。しかし残された課題は大きいですよ。と言いますと？やはり空中カニバサミは危険な技です。今回は威力を逆手に取られましたね。足が地についていませんからね。なるほど。いやー、しかし地下プロレスって本当にいいもんですね。では全世界の皆さん、次の対戦まで、さよなら、さよなら、さようなら。